緒に思った。そういえば水着もなんもねえじゃんと思ったのだが、どうやら店で貸してくれるとのことだった。こんな夜も夜遊びもあるのか。大人の世界だ。同じプールなのに水泳の授業とは全く別の妙に淡い空気が立ち込め